こんんにちはひろちはゃんですコメントでこのトンネルの比号の長さはどれぐらいの長さのものを使っていますかということですが私は8 0センチの畝を作りますので8 0センチの畝にトンネルをする場合は1 m 8 0センチ1 8 0 0って言いますかね1 8 0 0ミリのポールを使って防虫ネットも同じ幅の1 8 0 0ミリの 防虫ネットの幅を使っています白菜などのような大きくなるお野菜はなるだけ収穫近くまでトンネルをかける場合には2100の幅の防虫ネットと2100ミリのポールを使っていますブロッコリーとかキャベツなんかは途中で外しますので2100ミリの大きなものを使わなくても1800ミリの ポールと防虫ネットで十分だと思っていますのでそれを使っていますポールとネットの幅は同じものにしていますがポールは地面に差し込みますしネットも土の方に余裕を持って押さえつけますので同じ幅で十分だと思いますありがとうございました2個あ、ちゃっありがとうございました2個 <laughs>